サントイコールフロリーヌは、フランス、オーベルニュローヌアルプチー県、オートイコールロワール県のコミューン。サントイコールフロリーヌは、県の最も北のオゴーリに位置する。コミューンは、浅いボール型の地形の上にある。封建時代初期から、オゾン領主はドメーヌから税を取り立てていた。このビンラは11世紀からの検証に記されている。サントフロリーヌには、修道院があった。 1641年には、教会が建てられ、修道所が20人いた。アンシャン・レジーム時代最後の修道院長は、マリード・ボルピリエールであった。フランス革命後の国民公開時代には、コミューンは、フロリーヌイコール・ルイコール・シャルボンと改名させられていた。ソースイコール1999年まで、LDH ・イヘス・カジニー2004年以降、 INSEE フロリーヌは4世紀から6世紀の間にいた、信仰厚く清らかな若い娘であった。山育ちであり、狩りに出ていた領師が彼女に会った時、フロリーヌは羊の見張りをしていた。彼女に見せられた領師は、フロリーヌを連れて行こうとした。一人きりで無力であったフロリーヌは逃げた。突然、彼女はクーズザレドとの境界となっている、ソびえ立 崖の橋を見つけた。彼女は汚されるより死を選んだ。フロリーヌは神に祈り、男から逃れるため、崖から飛び降りた。奇跡が起こり、彼女は無事に反対側に着地できた。最終的に彼女は男に追いつかれ、首を切られた。別の説では、フロリーヌは奇跡が起きた後無傷であった。フロリーヌはオーベルニュで数年間暮らしたが、後に進行を理由に斬首された。 5月1日が彼女の祝日である。マゾワール教区では聖フロリーヌの聖遺物を祀る。1932年、新しい聖堂が聖遺物のために建てられた。マゾワールの礼拝堂も再建された。ありがとうございます。